ロスチャンネル、はい、歌唱ロシエルです。はい、本日はですね、なんと催眠術師の大先生に来ていただいております。お願いします。どうも、催眠先生の大です。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、読んでいただいてありがとうございます。もともと催眠術、はい、いやすごい興味があったんですが、本当にかかるのかどうか、やらせではないのかとすごい疑惑がありまして。なるほど、はい、じゃあ結構今詐欺師みたいな感じで。そうですね、もう完全に詐欺師に見えてます。じゃあ帰ります。ありがとうございました。ありがとうございました。待ってください、待ってください。いやいや、なんかアウェイかなと思っちゃって。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。催眠術、あんま信じてないんですよ。ああ、もう存分に今のうちに言っといた方がいいですよ。ねえ、だから本当にかかるのかどうかを、はい、まあ、じゃあそこはもう、正直にリアクションしてもらっていいので、まあ、催眠術があるかないか体験していただければと思います。はい、じゃあ早速お願いしてもいいですか？はい、やっていきましょう。はい、お願いします。はい、まあ、じゃあちょっと改めまして自己紹介させていただきますと、催眠先生大と申します。普段は催眠術の講師先生をやっています。で、またテレビや YouTube で活動していまして、まあ、テレビですと桜井有吉ザ夜会だったりとか、ニノさんだったりぐるないだったり、で YouTube ですとはじめ社長さん、那須川天心さん、朝倉未来さん、まあ、いろんな人に催眠術をかけてきまして、今までかけてきた人数は約50万人以上になります。すごい。まあ、今日はそのうちのお一人にやっていただければと思います。はい、お願いします。さあ、じゃあ催眠術やっていきましょうか。はい、お願いします。はい、じゃあ背筋伸ばしてください。はい、はい、手ブラブラしてください。ブラ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 、はい、はい、そしたらこんな感じで手をまっすぐ前に伸ばしてください。この時手首はダラン、はい、肘もまあ張ってたらちょっと軽く曲げてもらっていいです。はい、楽にしておいてください。はい、それでは目を閉じてください。今から僕が発する言葉、イメージしてください。イメージすると、そう、体に不思議な反応が現れるかもしれません。現れたら楽しんでみてください。では行きます。あなたの右手、手のひらが天井を向くように手首を180度回転させてください。そうです、その右手には一冊の辞書が平たくドンと載っています。その辞書の色、厚み、具体的にイメージしてください。辞書の色、厚み、具体的にイメージしてください。そしてその辞書、とっても重い辞書です。ずしーっとくる感覚、具体的にイメージしてそれを感じてみてください。さあ、どれぐらい重い辞書でしょうか。そう、腕にずしーっとくる感覚、具体的にイメージしてください。いいですね。続いて反対の手、手首には糸が巻かれています。その糸、上の方を見ると一つの風船がついています。その風船の色、形、具体的にイメージしてください。風船の色、形、具体的にイメージしてください。そしてその風船、とっても軽い風船です。スーッと上に引っ張られる感覚、具体的にイメージして、そう、感じてみてください。スーッと引っ張られる感覚、イメージして、そう、感じてみてください。では今から辞書と風船増えていきます。もし腕に不思議な反応が現れたら楽しんでみてください。ではいきます。辞書2冊ドン。3冊。4冊、5冊、ずしー、そう、どん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 重くなります。5冊の辞書があなたの手に載っています。ずしー、重くなります。続いて風船増える、風船2つ、3つ、4つ、5つ、スーッとどん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 軽くなります。5つの風船がどんどんあなたを空へとスーッと引っ張っていきます。辞書増える、辞書6、7、8、9、10、ずしー、重くなります。風船増える、風船6、7、8、9、10、スーッ
はい、目開けてください。うわ、右重い。はいはいはい、最初この位置だったと思うんですけど、はい、はい、どんな感じですか？いや、もう本当に右手に本が今乗ってます。乗ってます、はいはい、乗ってます、はいはい、いいですね。いや、私の中ではもう両方とも同じ高さだったはずが、はい、違う、不思議ですね。不思議。まだ重いですか？重いです。まだ。そしたらじゃあその本自分で落としてください、下に。そうすると手軽くなります、はい、おーおーおーおおおお、はい、はい、これが催眠ですね。なるほど、はい、不思議、不思議ですよね。はい、まあ、最初言ったのが、あの、僕がイメージしてくださいっていうのに乗っかっていただいたので、はい、今反応が出たという状況です。うん、なるほど。なので協力が必要ということは、あの、こういうことなんですよ。いや、いいですね。不思議。まあ、もうかかってます。まあ、もうだってもうこれがもう全てですよ。うわー、そうだ。不思議。いや、いいですね。じゃあ続いての催眠術やっていきましょうか。はい、はい、今度は物を使います。まあ、こういった石ですね、はい、よく見たことあります。見たことありますか？はい、はい、まあ、こういうふうにあなたはだんだん眠くなるとは今回は使わないです。あ、使わない、はい。まあ、どうやって使うかっていうと、ご自身に持っていただきます。お、はい、で、持ち方なんですけども、利き手の親指と人差し指で、まあ、ちっちゃい石あるので、はい、軽くつまんでいただいて、うん、なんとなくこんな感じで目線の高さに持ってきてください。はい、はい、どうぞ。はい、ちょっと手筋伸ばしましょうか。はい、ありがとうございます。で、手首の力、ちょっと僕の方を見る、はい、力入ってたらダラーンとしましょう、はい、で、肘も張っていたらストンと落としましょう。はい、ありがとうございます、はい、で、この位置なんとなく覚えておいてください。はい、一旦、もう一度手ぶらぶらして、手ぶらぶらしましょう。はい、ありがとうございます。はい、あ、こちらも、みんなのアマゾンで1000円なんか落としていただいて大丈夫なんで。1000円、安い。安いですよ。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあちょっと手振れますね。もっと楽になってください。ありがとうございます。じゃあこの石じーっと見てください。もしこの石、僕が言った通りに動いたら不思議じゃないですか。不思議、はい。今から動かしていきます。ではこの石、右左左右に揺れるイメージをしてください。そうすると揺れていきます。揺れろ、揺れろ、どんどん揺れていきます。はい、ですね。そう、揺れていきます。揺れろ、揺れろ、そうです、そうです。いいですね。少しずつ揺れていきます。揺れろ、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 揺れろ。あ、揺れてきましたね。はい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 。不思議ですよね。さあ、今度はこの石、前後に揺れるイメージをしてください。そうすると、軌道が変わります。前後、揺れろ、前後の方が結構きますね。はいはい。で、今度はその前後に揺れている幅、もっと揺れてるイメージをしてみてください。そうするともっと揺れていきます。そう、揺れてるイメージを大きくすればするほど、どん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 石は大きく大きく揺れていきます。そうです、そうです、そうです、そうです。もちろんここに糸があるわけでもないです。まあ、ちょっと僕の指輪が磁石なんじゃないかと思われたらあれなんで、反対の手でやっていきましょう。じゃあ今度はこの石が円を描くように回れとイメージをすると、回ります、回ります、回ります、回ってきましたね。いいですね。回ります、どんどん回ります。そうです、そうです、どんどん回ります、回ります、回ります。あ、いいですね。そう、どんどん回る、どんどん回る、どんどん回る、回れ回れ。はい、ありがとうございます。いい感じです。はい、や、まあ、もちろん何もなければ動かないはずなんですけど、はい、まあ、今石が動いてしまいまして、ね、動いてますね。はい、どんな感じですか？いや、面白い。面白いですか？面白い。よかったです。なるほど。いや、もっと他もういろんなことを試してみたいです。そうですね、はい、まあ、ここら辺まだあの楽屋で僕がやってるやつなんで、うん、テレビではカットされてる部分なんで。そうなんですね、はい、もうちょっと深いのやっていきましょうか。はい、それではやっていきましょう。はい、はい、まあ、これぜひね、あの画面越しのリスナーさんも一緒に真似してやってみてください。おー、はい、体験できます、画面越しに、はい、画面越しに。じゃあやっていきましょう、はい、手ブラブラしてください。手ブラブラ、はい、で、背筋伸ばしておきましょう。ブラブラブラ、
はい、そしたらこんな感じで手をまっすぐ前に組みましょう。この時親指はしっかり交差して手はガチッと組んでください。はい、はい、そして人差し指を立ててください。この時指はピタッとくっつけておいてください、はい、はい、そして肘はグッと伸ばしておきましょう。はい、ではそのままにしててください。僕がどうぞと言うまで動かさないでください。実はもう僕皆さんに催眠術をかけてるんですよ。どんな催眠術をかけてるかっていうと、あなたの指先とても磁力が強くなっています。指先が磁石になるという催眠術を実はもうかけていました、はい、もし磁石になってたらどんな反応が起きますかね。じゃあそのままの状態で待っててください。僕がどうぞでどうぞと言ったら指を開いて顔の前に持ってきて指の間をじーっと見る、それだけです。どうぞと言われたら開く、持ってくる、じーっと見る。もし指先が磁石になってたらどうなっちゃいますかね。さあやっていきましょう。肘グッと伸ばして、はい、手はガチッと組んで、ではどうぞ指を開いて顔の前に持ってきて、そうするとスーどんどん寄っていく、どんどん寄っていく、そう集中すればするほどスーッとどん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 寄っていきます。そうですそうです、いいですね。どん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 寄っていきます。そのまま指の間じーっと見ててください。指の間をじーっと見ててください。どん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 寄っていきます、寄っていきます、寄っていきます。引き寄せる力がとても強いのでぐーっと寄っていきます。さあ一旦僕の方を見てください。さあ肘ちょっと上げてみましょうか。そうです、しっかりこの時手のひらはピタッとくっつけておいてください。ありがとうございます、はい、ではそのまま指の間じーっと見ててください。ここからイメージ力、集中力が必要です。その指の間にとても強力な、そう、接着剤がベターっと塗られていきます。そう、めちゃくちゃ強力な接着剤なので、そう、ぐーっと指同士がめり込んでめり込んでいきます。ぐーっとめり込んで、そう、人差し指以外の指もどん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 めり込んでめり込んで、手全体がぐーっと固まっていきます。イメージしてください。その指の間、とても強力な接着剤がベターっとベターっと塗られていきます。そう、めちゃくちゃ強力な接着剤です。ベターっと塗られていきます。では声に出さなくていいので心の中で答えてください。そう、心の中で答えてください。この接着剤が乾いたらこの指どうなっちゃいますか。ガチッとくっつく、一つ二つ三つガチ開こうと思えば思うほどどんどん指先固まって、もう指を開くことができない、ぐーっと固まって、あなたの指先ガチガチに固まってるのでもう開くことができません。開かない感覚、開きにくい感覚、楽しんでみてください。どうでしょう。おお、どうですか。え、普通だったらパカパカできるはずなんですけど、どうしたんですか。どうしたんですか。ちょっとあれ開かないな。もう見てください、この真っ白ですかね、指先真っ白ですよ。はいはい、はい、じゃあそのまま手まっすぐ前に伸ばしてください。まっすぐ前に伸ばしてください。はい、はい、今この指先を固めました、はい、さあさらに他のところを固めていきます。もしこの状態でこの肘の関節がこの状態で固まったらどうなっちゃうと思います。この腕曲げることはできないですよね。それ楽しんでください。もう曲がんないよ。そう、曲げようと思えば思うほど一本の棒のようになっても曲げることができません。ぐーっと固まっても曲がらないです。さあ曲がらない感覚楽しんでみてください。どうでしょう。曲げにくいですね、はい、うん、考えてますね、はい、おかしいですよね。普段はこう曲げられるんですけども、はい、はい、じゃあ今この肘の関節をこんな感じで固めたんですけども、はい、もう一個大きい関節を固めていきます、はい、はい、もう一個大きい関節っていうのはこの状態で関節固まったら立つことはでき、立つことはできない、はい、もうできないです。立つことはできません。もうあなた立つことができません。そう、ガチガチに固まっているのでもう立つことはできません。立ちにくい感覚、立てない感覚楽しんでみてください。どうでしょう。あれ？いや、もっと努力してもらっていいですよ。努力してもらって、はい、はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。あー、いや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 、このままではもう生きれないっすよはい、じゃあ解いていきましょう。僕が触れた瞬間にサイン解けます、はい、もう解けます、はい、立てますよね。
はい、勝てました。勝てました。これ今かかってます、催眠術。もう動けなかったですからね。もう動けなかった、もう。はい、やば。やばいっす。かかってる。これが催眠術。はい、うわ、すごっ。一応ね、画面越しの人も、まだかかってる人いると思うので、僕の手のひら見てください。3つ数えると催眠解ける。1つ、2つ、3つ。はい、もう解けたので大丈夫。まだ解けていない方いたら、ちょっと自分で手を揺すってみてください。そうすると、話すことができます。はい。うわ、もう手真っ赤ですもん。手真っ赤ですね。うわ。はい。ちょっと催眠で一時的に硬直してるので。あ、なるほど。おもろ。すごい。どんな感じでしたか？いや、でも確かに意識ははっきりしてます。はい。はっきりしてるんだけど、本当に体、もう脳で止まってます指示が。あ、合ってます。そう、体に。伝達していかないです。はいはいはい。まあ、かかり方は人それぞれあって、はい、完全にガチガチに固まって動かせないっていう人と、うん、動かし方がわからないっていうタイプ、結構まあ2パターンあって、まあ、その他のかかり方もあるんですけど。へ、はい、うわ、面白い。いや、いいですね。さあ、もうちょっと深いのやっていきましょうか。はいはい、はい、じゃあ続いての催眠術は、はい、ただの箱なんですけど、これちょっと持ってください。はい、はい、もちろん僕に渡すことができます。当たり前です。はい、なぜなら自分のものである。人のものだから。ただもし催眠術にかかって、このただの箱が世界で一番大切なものに変わったら、ちょっと面白くないですか？例えば僕が取ろうとしたら、やめてください。取った。いや、渡せるんですよ。でも、渡し方がわかんないです。そうなったらちょっと面白くないですか？面白い。なので今からやっていくのは、この箱が世界で一番大切なものになっちゃいます。おー、じゃあやっていきましょう。では僕の指を見て、はい、今からあなたの潜在意識にアクセスします。目だけで追ってください。顔は動かさなくて大丈夫です。そうです、そうです、そうです。僕が指示をしたらその通りに反応してください。目つぶって、眠って、スッと力抜ける。首の力、肩の力、スーッと抜ける。さらに深く抜ける。5、4、3、2、1、0。スーッ、そう、深く深く入ります。そう、さらに深く入ります。5、4、3、2、1、0。スーッ、自分の心地よいところまで力を抜くことができ、そこでキープすることができます。3つ数えて目を覚ますと、今あなたが手に持っている箱はなぜだかあなたにとって世界で一番大切なものになっている。そう、誰にも絶対に渡したくないものになっている。誰かが取ろうとするととっても嫌な気持ちがして絶対に離したくない。3つ数えて目を覚ますと、今あなたが手に持っている箱はあなたにとって世界で一番大切なもの、そう、誰にも絶対に渡したくないものになっている。誰かが取ろうとするととっても嫌な気持ちがして絶対に離したくない。3つ数えると必ずそうなる。1つ、2つ、3つ、アクセスされます。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあちょっと両手で持ってみてください。はい、はい、箱じっと見ててください。じっと見てると、そう、大切な感情がどん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 流れ込んでいくので、めちゃくちゃ大切で、そう、誰にも渡したくなくて、ぎゅーっと力が入っちゃって、もうめちゃくちゃ大切なので、人に渡すことはできない。できないです。もう人に渡すことできないです。はい、なので渡します。ちょっとどうしたんですか？ちょっとこれ僕のなんですけど、ちょっとこれ僕のなんですけど、すいません、返してください、返してください。どうしたんですか？不思議ですね。いいよ、返してください。返してください。いいよ、返してくれるだけでいいんですよ。いや、これは…返してください。これは…こう…いやいや、返してくださいよ。僕のなんですけど。いやいや、ちょっと…すごいですね。すごいですね。おぉ、そんな大切になっちゃいました。そうですね。あ、じゃあ今度は、今大切のまんまだと僕の商売道具なんで大変なんで、持てないものにしましょうか。
です、はい、ちょっとあの片手で持ってください。もう僕取らないので片手で持ってまたブラーンとしておいてください。じゃあ背筋伸ばして、はい、見て、今からあなたの潜在意識にアクセスします。見て、眠ってスッと力抜ける、首の力、肩の力スーッと抜ける、そうさらに深く入ります。5、4、3、2、1、スーッ。3つ数えて目を覚ますと、今あなたが手に持っている箱は、そうあなたにとって、そう手放したい、触れていたくないものになっている。そうそれはまるでムカデ、ムカデのように足一本一本が無数に生えていて、その一本一本があなたの手の中でざわざわゾワゾワ動く感覚が蘇る。3つ数えて目を覚ますと、今あなたが手に持っている箱は、そうあなたにとって手放したい、触れていたくないものになっている。そうそれはまるでムカデ、ムカデのように足一本一本が無数に生えていて、その一本一本があなたの手のひら、そう皮膚をざわざわゾワゾワと動く、そんな気持ち悪い感覚がよみがえる。3つ数えて目を覚ますと、持っている箱めちゃくちゃ気持ち悪い、1つ2つ3つ、アクセスさせます。あ、どうしたんですか。さっきめっちゃ大切そうに持ってたじゃないですか。そうですね。どうしたんですか、どうしたんですか。いやいや、ちょっと、はい、すごい大切そうに、はい、もう、いや大事だったらいいです、もうあげちゃいますよ。いや、もう大丈夫です。あ、本当ですか、はい、いや、全然。どうしたんですか、持ってください、持っててください、はいはい、今その感覚さらに上げていきます。気持ち悪い感覚2倍、3倍、4倍、10倍、ほら、めっちゃ気持ち悪い、ね、はい、もう嫌ですよね。どうしたんですか。そうですね、今目を開けられないです。目を開けない、現実逃避してるんですね。でも目を開けなくても触れたらその感覚伝わっちゃうんで、もう顔とかにつくとめっちゃ気持ち悪いです、ね、気持ち悪いです、ね、首とかめっちゃ気持ち悪いです、ね、はい、そうですね、はい、そう、じゃあこの箱、まあ、気持ち悪いじゃないですか、はい、はい、じゃあ僕の手のひら見てください。今、まあ、気持ち悪い、総称して嫌いという感覚ですね。嫌いの反対って何でしたっけ。嫌いの反対は好き。好きですね、はい、実は感情をぐるっと反転させることが僕できるんですよ、はい、今箱めっちゃ嫌いじゃないですか、はい、嫌いの反対は好き。こうやって回すとどうなってるんでしたっけ。好きということはもう自分で言ってるので、はい、これ持つのは、はい、でもすごい大切なんで返してください。ありがとうございます。いやいや、返してくださいよ、返してくださいって。ちょっと返してくださいって。はい、それはもう、いただきました。いただかれた。はい、はいはい、で、ちょっとじゃあこの箱見ててください、はい、僕その今大切な感情あるじゃないですか、はい、その大切な感情こうすると取れちゃうんです。今大切な感情ってどこにあります。僕が取っちゃったのでこの中にありますよね、はい、ということはここに大切な感情はない、渡すことはできる、はい、そういうことです。で、今この手のひらの中にあるじゃないですか、はい、一旦ちょっと握手してもらってもいいですか。はい、で、今大切な感情どこにあるんでしたっけ。ここですよね、はい、ということはこうやって握ってしまったら話すことはでき、あ、ない、はい、もう話せないです、はい、いやいや、ちょっと、いやいやいや、話してくださいよ。すいません。ちょっと、ね、早いですって、まだ早いですって、話してくださいよ、話してください、いやいや、話してもらっていいんですよ。そうですよね、はい、で、この今手握ってるじゃないですか、はい、この手を握った状態で今度はこの手を握ってると僕の手のひらのあったかい感覚とかちょっとわかります。冷たいかもしれないですけど、今めっちゃ冷たい、僕の体温というものが流れ込んでいきます。そうするとどん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 もっと大切なものに変わっていきます。もっと大切なものに変わっていきます。2倍、3倍、4倍、10倍、はい、よ、話していただいていいですよ。はい、でこうやって振ってるとですね、こう振ってるじゃないですか、はい、はいはい、じゃあ手だけ見ててください。手だけ見ててください、はい、こうやって振ってるとどんどん感情が変わっていきます。今大切な人っていう感情だったんですけど、はい、ちょっと変えていきます。まるで初恋相手の人のように感じてしまいます。
初恋相手なので目を見るとキュンキュンしたりニヤニヤしたり、そう目を見ることができない感覚になっています。3つ数えて、そうあなたは僕の目を見るとそう初恋相手のように見えてしまう、そんな感覚になっている。なのでニヤニヤしたりキュンキュンしたりして、そう相手の目を直視することができない。1つ2つ3つ、はい、見えます、はい、どうしたんですか。いやいや、さっきまでちゃんと目見てたじゃないですか。はい、ありがとうございます、はい、いやさっきまでちゃんと見てたじゃないですか。皆さん悪用厳禁ですからね、催眠術悪用厳禁ですからね。あ、不思議、はいはい、皆さん催眠術悪用厳禁ですからね、催眠解ける、はい、もう普通に見えますよね。はい、見れます。ちょっと悲しいですけどねはい、まあ、こういう風に人の感情を操ることができてしまうと。どんな感じでした。いや本当に私あんまり初恋がない、はい、あんまり初恋がな い, ないあんまり初恋がないっていうことはもうないんだと思いますそれあんまりなんかないんじゃないですかそれそうなんですよ。はい、もうちょっとなんだろう、キュンキュンしました。おー、じゃあ初めての感覚が、うん、すいません、なんか僕なんかで、ね、しかも催眠術です、すいません。うわー、催眠術、まんまとかかってるじゃあ初恋相手は一応催眠術とはいえ僕っていうことでよかったですになってしまいますね。じゃあちょっとなんかよろしくお願いしますいや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 、皆さん悪用厳禁ですからね。怖っ、はい、恐ろしい、まあ、こういうことまでできてしまう。じゃあ続いての催眠術やっていきましょうか。はい、はい、じゃあ、ご自身の名前あるじゃないですか。はい、歌詞を教える、はい、じゃあ僕の手のひらに書いてみてください。はい、はい、あ、いいです、触れて書いていいですか。はい、はい、はい、まあ、普通に書けますよね、はい、で今書いちゃったんですよ。で僕がこういう風に取っちゃうとどうなるんですか。じゃあ僕の指の指を見て、今からあなたの潜在意識にアクセスしますね。ですそう、深くがさらに深く入ります。5、4、3、ちょっとですそう、深く深く入ります。3つ数えて目を覚ますと、そうあなたの脳内から名前、そうあなたが今書いた名前消えている。なので思い出すこともそう、声に出すこともできない。3つ数えて目を覚ます。そう、あなたの名前、今書いた名前がなぜだか思い出すことができない。そして思い出そうとしても、そう全く思い出すことができない。もし覚えていたとしても、そう声に出すことはできない。3つ数えて目を覚ますと、そうあなたの名前の記憶一切ない。もしあったとしても声に出すことができない。そうあなたの脳から名前消えている。1つ2つ、3つ、アクセスでございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。で、もう名前、脳内から名前こうやってると取ってるんで、はい、名前言うことできないんですよ。お名前はどうしたんですか。名前、いや、はい、頭にはあります。はい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 、けど、え、言えたら本当に言っちゃっていいですか。あ、いいですよ。歌唱ロシエル、はいはい、言いましたね。でもちょっと今言いづらくなかったですか。言いづらかった、はいはい、ということは、はい、じゃあ僕の手のひら見てください。今ちょっと言えちゃったんですよね、はい、ということは言いにくい感覚をさらに深めていきます。どんな感じでした。頭がなんかぼーっとする感じでした、それとも声が詰まる感じでした、どっちでした。頭がぼーっとする感じです。わかりました。じゃあ頭の中からあなたのどんどん名前が消えていきます。さっきは浮かんでいた、そう声に出すことができたのも、そう完全にもういうことができません。なぜならあなたの頭の中に自分の名前が消えています。一つ二つ三つ、はい、おはようございます。はい、でまだもしかしたら名前あるかもしれないので、はい、僕の手のひら見てください。その名前完全に消えます。スーッと消えます。名前言いますか。どうしました。言えるかもしれない。おお、
まだいけそうですか？まだいける。はい。いいですよ、対抗してもらって。カッショウ、ロシエル。終わりました。あ、うん。いや、いいんですよ、言えて。おはい、まあ、逆にこの、これはかからないっていうのがあるっていう方が、あの動画的にも嘘っぽくないというか、うん、まあ、催眠術そうなんですよ。これは得意、これは不得意っていうのがあるので、まあ、名前が消えるものに関してはもしかしたらちょっとあのかかりにくい体質になるかもしれないです。うん、なるほど。でもちょっと覚え、あ、思い出しにくかったですよね。そうですね、パッとは出てこない。いやでもいいと思います。はい、不思議、不思議ですよね。さあ、じゃあ最後の催眠術やっていくんですが、はい、あのやりたい催眠術があると伺ったんですけども、うん、なんかちょっと準備いただいたということで、何を準備していただいたんですか？怖いな。私結構激辛は大得意で、はい、まあ、唐辛子、七味とかはもう余裕なんですよ、はい、ただわさびのあのツーンとくる感じはダメで、お、ちょっとそのツーンをなくしたいです、はい、じゃあ、やっていきましょうか。おー、お願いします。はい、はい、じゃあのわさびを2つ用意しまして、はい、おお、はい、まあ僕が用意したものではないので、まあ、すり替えはないんですけど、はい、一応どんなものか中身チェックしておきましょうか。はい、はい、はい、あのまだ未開封ですね。うん、本当にさっき買いたてほやほやです。はい、で、まあ本物であればここに銀紙があるはずです。うん、はい、ありますね。まあ本物ですね。はい、まあじゃあすり替えがないように、あの僕のポケットに入れておきます。はい、じゃあやっていきましょうか。お願いします。はい、じゃあチョコ味書いてあるんでしたっけ？もうぜひお願いします、チョコ味。わかりました、書いていきましょう。はい、はい、今心の持ちはどうですか？いや、ちょっと正直怖いですね。正直怖い、あ、はい、でもいいですね、はい、あの怖いとめっちゃかかりやすくなるんですよ。そうなんですか？これ理由があって、今までの催眠術って、はい、あの別にかかってもかかんなくてもどっちでもよかったじゃないですか。うん、でもこれってかかんないとやばいんで、やばい、ね、めっちゃ協力してくれるんですよ。なるほど。だから他の催眠術かかんなかったのにこれだけかかるっていう人結構いるんですよ。なるほど。なので、はい、大丈夫です、安心してください。わかりました。はい、じゃあ手は外に下ろして、はい、背筋伸ばしてください。じゃあ僕の指を、今からあなたの潜在意識にアクセスします。眠ってスッと力抜ける、首の力が、スッと抜ける、さらに深く入ります。5、4、3、2、1、0、スッ。3つ数えて目を覚ますと、今からあなたが口にするものはなぜだかとっても甘く感じる。そう、まるでチョコレート、甘ったるいチョコレートのように感じてしまう。そして鼻から抜けるツンとする感じ、一切ない。舌としてもミントのようにとっても心地よい。三つ数えて目を覚ますと、今からあなたが口にするものはなぜだかとっても甘く感じる。そう、まるでチョコレート、そう、甘ったるチョコレートのように感じてしまう。そして鼻から抜けるツンとする感じ、一切ない。舌としてもミントのようにとっても心地よい。三つ数えて目を覚ますと、今からあなたが口にするものは、そう、とっても甘い。一つ、二つ、三つ、アクセスでございます。はい、おはようございます。さあ、じゃあやっていきましょうか。う、最後に、甘くなるツボがあるので、ちょっと顎の下をしますね。1、2、3と押すとめちゃくちゃ甘いです。さあ、入れていきましょう。じゃあ大きく口開けて、はい、入っていきます。はい、入っていきます。はい、甘い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 、はい、甘いです。はい、もぐ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 、はい、甘い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 。で、皆さん見せてください。この顔、まずあの量じゃ無理なんですけど、催眠解けます。めっちゃ辛い、どんどん辛い、どんどん辛い、めっちゃ辛い。はい、気持ちよい、もうめっちゃ辛い、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 来ましたね、来ました。はい、やばい、来た。どうしました？なんで笑ってるんですか？来た、来た、やばい、やばい、やばい。じゃあ僕の手のひら見てください。はい、辛い感覚スッと消えます。スー、はい、スーッと消えます。もう大丈夫です、消えてる。うん、うん。じゃあこの状態で出しておきましょうか。うん、はい。あ、辛い。あ、見て見て。はい、その今どこら辺辛いですか？ここら辺。はい、ここ、ここですね。ここの辛い感覚を僕が押したら消えます。一つずつ。はい、消えて、スーッと消えます。スーッと。はい、大丈夫です。
うん、はい、ない、ないですね。すごっ、アクセス成功。すごい、めちゃくちゃ口に入れましたよ。そうですか、入れました、入れました。でもチョコ感はあんまなかったんですけど、はい、本当に辛さは全然なかったです。おお。だって気づいてます。水飲んでないんですよ。確かに。確かに。すごい。素晴らしいです。うわ、これが催眠の力。いや、もうそうですよ。うわ、本物だ。体験させていただき、はい、ありがとうございます。いや、こちらこそです。どうでしょう、催眠術できるようになってみたいですか？なってみたいです。わかりました。実は僕催眠術無料で教えてるんです。なんだって。あと今日動画上でやった催眠術のネタバラシっていうのもしておりまして、僕の公式 LINE があるんですけども、それを登録していただくと、今日の催眠術のネタバラシ1個そのままやり方プレゼントしちゃいますので、すごっ。よかったら皆さん概要欄ぜひチェックしてみてください。お願いします。できるようになっちゃいます。うわー、できるようになりたい。今度あの大先生の、YouTube にもコラボさせていただきますので、はい、皆さんチェックお願いします。お願いします。ということで本日は大さんありがとうございました。ありがとうございました。詐欺師じゃなかった。詐欺師じゃない。うわ、本物。いやめちゃくちゃ面白い。超不思議。不思議でした。よかったです。